皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。森友問題に関連して起こった、まあ、近畿財務局で行われた公文書の改ざん事件。この事件に端を発して自殺をされた赤木敏夫さんのご遺族の方、奥様が国家賠償請求をしていた件で大きな動きがありました。具体的には国側がその責任を認めて、まあ、全額を払うんだと。賠償請求の全額を払うという対応をしました。 この結論だけ見ると良かったじゃないかと思われるかもしれませんけれども、この対応、請求の認諾という国側の対応には、実は裏があるのではないかと思われています。そのあたりについては多くのツイート、やまあ記事などでも書かれています。要は国側が隠蔽を図るためにこのような対応をしたんじゃないかと言われています。まあそのツイッターの中には、まあその鬼滅の刃の中で、 ま、赤座が逃げるとき。ま、その、煉獄さんを倒して赤座が逃げるときに、ま、炭治郎が発した、ま、逃げるな卑怯者というセリフを引用されている方もいました。まさにそういう局面があるのかもしれないというところで、なぜ国側が逃げることになるのかと。真相究明がなぜ今回の件で阻まれるのかと。 国側がまるっと認めて賠償を認めてるんだから、それでいいんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、何故そのような対応になったのかというところについては、法律上の国家賠償法に関連する問題が含まれているので、そのあたりのところをまるっと解説していきたいと思います。 まず事案です。まず森友問題についてはちょっと複雑なところがあるので簡単にいきますけれども、森友学園というところに対して学校を作るための土地を国が安く有利な条件で売ったんじゃないかというところを、まあ、記事、新聞がすっぱ抜いた結果、まあ、問題が出てきたと。で、その、まあ、この森友学園の売却に関しては、まあ、当時の安倍首相、安倍元首相が関与してたんじゃないかというところでかなり大きな国会上での問題にもなりました。 で、この安倍首相の関与が疑われている中で、具体的にこの森友問題に対する土地の売却に関連する公文書。その中に安倍首相の関与の記載があったとされている。その関与の記載の部分は削除したり改ざんした。そういったことが具体的に浮き彫りになってきました。で、この具体的な削除、改ざんした部分については、これは最終的には財務省の方は認めるに至っています。 で、この具体的な削除や改ざんを行った、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、実行犯の方の一人が、この赤木敏夫さんという方なんですが、この方は、まあ、その、要は、当然、上司。 から、まあ、指示をされていたと。まあ、後から出てきますけども、佐川さん、などまあ、佐川信仁氏当時の、まあ、理財局長でからの指示があったんじゃないかというような部分も含めて、指示がなされて、で、それに対して赤毛さんは抵抗していたんだけれども、抵抗も最終的にできなくなって、まあ、削除改ざんに至って、その後その責任や、まあ、仕事などの暴殺、責任での、ま、精神的なプレッシャーなどから精神疾患をまずらわれて、実施されたというような経緯がある。 で、この件に関しては、まずは当然のことながら、これは国主導。まあ、まあ、財務省を中心とした国の主導で行われた違法な行為なわけですから、国に対して、この経緯についての調査を何度も求めている。これに対して国側もう再調査はしないという対応をしていますと、罰。さらに、まあ、その、そういった部分についても公文書の偽造じゃないか、改ざんじゃないかというところで、まあ、刑事の訴追も求めていたと。 まあ公文書のまあ改ざんですね、まあ。まあ偽造というか、その部分についても不起訴の処分をまあされているということで、まあ、国側の責任追及も刑事手続きもままならなかったと。そうなった場合にまあ残りの手段としては民事の裁判でできることがないかというところで、まあ、今回の赤木敏夫さんの奥様が提起されたのは国家賠償請求です。国家賠償請求というのは、まあ、国の公務員がその職務の中で行った行為、 についてのまあ賠償を求める訴訟です。今回の件だったら、赤木さんに対して、広告部の改ざん、削除や改ざんなどを求めた、この上司の行為。 さらにその上の方ですね。まあ、結局誰が指示したのかというところは、まあ、現状は正直分かっていないんですけれども、まあ、財務省の調査だとまあ佐川さん主導だというふうな調査結果になっているようですが、まあ、この佐川さんを主導して結局具体的に誰がどういう指示をして、赤井さんに削除や改ざんをさせたのかというところ、でそういったまあ指示をしたこと自体が違法な行為じゃないかというところで、国家賠償と、あとはまあ佐川信元新元理財局長、まあ、その後も国税庁の長官とかにもなられていて、懲戒処分を受けて自分から辞めたという経緯を経,緯を経ているこの方、 個人を相手にして、まあ、トータルで1億1,000万円の提訴をしましたとこれが昨年の3月になります。 この国家賠償請求。その後、まあ当然のことながら国側は争っていたと。しかも今回問題になるものの一つとして、赤木さん側としては国側がまあ保管しているものの中に、赤木敏夫さんが作成していたこの改ざんに関する資料があるはずだと。赤木ファイルと言われていますけれども、そういった赤木さんがその改ざんの経緯をまとめた資料があるはずだから、それを開示しろというふうに原告側、奥様側はずっと言っていた。しかしそれに対して国側は出す必要はないと言って拒否してたんだけれども、まあ 急転直下、今年の6月に赤身ファイルを、も、ま、う、あ、開示を認めた。かなり、まあ、ノリ弁のような、まあ、結局黒塗りばかりだ、まあ、ばかりのようでしたけれども、この存在を認めて、その書類の提出に至っていると。でなおかつ、まあ、国の方としても佐川さんが悪いという話で、原因については、まあ、まるっと認めているという状況。 ただし、具体的に誰がいつどのような指示をしたのか。で、その結果、誰のどういった対応によって赤井さんが精神的に圧迫を食らっていったのかというところについては、闇の中のわけです。この状態では。というところで考えると、具体的に赤井さんの直接の上司、あとはまあ、佐川さんを証人尋問として呼んで、で、その上で、その方々に対して喋らせると。証人尋問を行って、その責任、まあ、どういった行為を行ったのかというところを、偽証の制裁、 がある中でちゃんと喋らせようとしていたのがこの訴訟の本来の目的とされています。しかし、それに対してさらに、2021年の12月、国が請求の認諾を行いました。この請求の認諾というものに関しては、まあ僕の、レイバナットに関する動画を見られている方は、まあ、気をがあるかもしれませんと。えっと、ミトミトさんがレイバナットを相手にして裁判をした際に、レイバナット側は請求の認諾を行いました。 まあそれと同じですけれども、この請求の認諾というのはどういう行為かというと、訴えられた側の被告が原告の請求には理由があると。原告の請求は正当だということで、一切争いませんと。原告の請求を丸々認めますというのはこの認諾です。つまり、国側としては請求の趣旨といって、訴えているこの1億1000万の部分については、今回改ざんの経緯等を踏まえて国側に責任があると認めましたというところで、この約1億1000万の賠償については認めるという内容になっています。 で、これによって、原告側が、いやいや、まあ、原因が究明されてないじゃないかと言ったって、裁判は強制終了です。強制終了になりますので、国側は強制終了でおしまい。ということで、佐川さんの裁判だけは一応残ってるということになります。しかし、この佐川さんの裁判の中では、真相は明らかにならないと思うので、国側の判断としては、まあ、なるほどねと。で、は、まあ、一般の感覚から言ったら、まあ、正直、胸くその結論になる。その理由をこれから解説していきます。 この認諾の本当の目的というところですけれども、まず基礎知識として、まあ国を訴える場合に、この国家賠償というのはどういうものなのかを簡単に説明します。この国家賠償法に基づく、一条一個に書かれている国への請求というのは、まあ不法行為に例えば人から殴られたから賠償請求をするというような場合と基本的には同じです。で、まあ誰がというところで、その公務員の人が、まあ職務に関連して、また故意または過失によって、まあ 相手に対して損害を合わせた場合にはその賠償を国が負うというような条文になっている。つまり公務員がやらかした場合には国が責任を負いますよというのがこの条文です。で、この1条2項にはこのような条文がある。で、具体的にその、このやらかした公務員に、故意、わざと、もしくは重過失。重過失というのは、まあいろんな判例ありますけれども、簡単に言うと、ほぼ故意だよねと。 めちゃくちゃ悪いじゃんと。まあ、わざとやってないにせよ、ほぼわざとだよねっていうぐらいのものが重過失と言われています。で、これ、このようなケースの場合には、その個人に対して求償ができますよと。求償というのは、国が建て替えて払った分の一部、もしくは全部を公務員に負わせられますよと。まあ、責任を負わせられますよというのが、この2項の求償の条文になります。つまり、今回の話で言うのであれば、 国側が赤木さんに対する賠償責任を国売の一条一項で認めた場合には、もしもその原因について故意または重過失がある公務員が他にいた場合には、その人に対して国が求償することができますよとなっています。で、 なんでこんな状況になってんのって話なんですけれども、それは個人責任。元公務員に対しての佐川さんの責任追及をされてますけれども、そこについて請求するのが基本的にはできないからです。そこの理由ですけれども、まず個人責任の追及はというところなんですけれども、当然のことながら、例えば公務員が職務中に暴言を吐いた、名誉損的な行為を行った、情報漏えを行ったという場合には、 その、それをされた、ま、被害者の立場としては、まあ、当然国は、国とかも行政は訴えるけれども、いや、お前も悪いだろうということで、個人責任を追及するというのはよくある類型です。今回もそのよくある類型の一つです。佐川さん訴えたっていうのはそういう意味かなと思います。ただし、この個人責任の追及については、重要な、ま、最高裁の判例があります。その結論はなぜかというと、個人の賠償責任は認めませんと。国を認められる場合には、個人責任追及はできませんという判決があります。 なので、今回の件で言うと、この最高裁の判決を前提にするんだったら、当時、ま当然公務員ですから、佐川さんについての個人責任についてはできないことにね、まあ、当然、この法律おか、この判例おかしいよねというところで争ってるという部分はあるんでしょうけれども、この最高裁判例を覆さない限りは、佐川さん個人の賠償責任はまず認められません。で、さっきも言いましたけれども、じゃあ、具体的に今、認諾という話になってるんだけれども、 じゃあなんで今回、今のタイミングで認諾してるのと。ちょっと認諾というところについての説明ですが、まあ、さっき言った通り、今回の件については、原告側、赤木さんが主張している細かい事実、一つ一つを全部認めているわけではありません。まるっと、この1億1000万の責任を認めたというのが認諾になります。ちょっとそこをあの誤解しないでいただきたいんですけれども、お金の支払いは認めるけれども、内容について認めているわけじゃないと。で、 で、あと、なぜ今のタイミングなのかなというところなんですけれども、まあ、考えようによっては、赤木ファイル、まあ、り弁当で出すんだったら、この6月の時点で認諾する方法もあったんじゃないかなとは思うんですね。ただし、赤木ファイルの開示は、ちょっと正直、今後、別な裁判、例えば、まあ、行政の文書のまあ開示とか、そういった形で別な裁判で争われる可能性もあるかなと。手を返しなこえ、請求されては困るというところで、国はやむを得なく出したというところかなと思います。 ただし、このタイミングで、賠償、あの、請求を認諾した目的、それはなぜかというところになってくると、今後具体的に、まあ資料についてある程度の開示が受けられた以上は、この資料に基づいて、この赤井さんの直属の上司、もしくは佐川さんの承認尋問請求が始まる。その中で、どの程度の事実が明らかになるのかわかりません。 正直、この手の事件で、まあ、あの、国側から請求された公務員の人とか、佐川さんが出てきたときに、赤毛さん側に有利な証言を1から10まで言うとはちょっと正直到底思えないかなと、これが実務ですので、まあ、正直言うかどうか微妙ですけれども、やはりま、証人尋問の中で明らかにできる部分もあるでしょう。ただし、それをやることによって多くの公務員に対してのまあプレッシャーにもなるし、 国家賠償法で重過失、過失がある場合に国の責任を認めるんだけれども、重過失があった場合にしか国家公務員個人の責任を負わせないと言ったのは、要は国家公務員は、まあ、公務員、ま、全般ですね。公務員全般は、要は、どーんとやれと。もう、責任を負わせないから、自由に、まあ、まあ、バンバンやってくれと。まあ、萎縮するなよというのはこの法律の趣旨です。 なので、まあ、公務員はこれ承認尋問で呼ばれるだなんだって話になったら、まあ、闊なことができなくなってしまって、行政が滞るでしょうと、そういうマイナスもあって、承認尋問が行われる前のこのタイミングで、認諾を行ったんじゃないかなと思います。で、まあ、その結果、国は1抜けた。金払うから1抜けたとなります。で、このお金が払われる、まあ、財源は当然のことながら税金ですよね。 で、次に、じゃあ、とはいえ、佐川さんに対する請求、なんか、報道によると、まあ、1億1000万じゃなくて、550万ぐらいの請求になってるんですけれども、佐川さんへの請求はできるかというところですが、さっきも言いましたけれども、そもそもの問題として、最高裁の判断があるので、佐川さんに対する請求は、そもそもできません。というのが一つ目の理由。で、もう一つの理由。もう一つの理由で佐川さんに対する請求は難しいです。なぜかというと、 今回の件っていうのは赤木さんがこうむった損害の賠償を求める裁判なわけですね。 でこの損害が1億だと言って、1億だと言ってる話なんですけれども、結局のところ、国から1億払われてしまったら、もう損害の全額が払われてるでしょということになるんです。国が払ってるんだから、これ以上、佐川さん個人に対して求めるような賠償、損害はないはずだという反論もできるわけです。つまり、損害がすでに払われたと。だからもうこれ以上、自分に対して請求する金額はないという反論もできる。ということで、佐川さん側としては、 最高裁の判断があるからそもそも自分の個人責任は負わないし、そもそもあなた方賠償を受けてるんだから私に対しての損害賠償請求はもはやできないでしょと。この二つの意味で佐川さんはもうこの裁判、おそらく請求棄却になる可能性が高いと。そういう答弁ができます。なので佐川さんの裁判が残っていても、この二つの意味で、まあ、おそらく佐川さん個人の責任は負わせない判決になる可能性が極めて高いと。しかも、 佐川さんの件については、この最高裁の判断が適切かという法的な問題と、あとは損害が補填されたかというところの2点なので、これ以上佐川さん本人を呼んだり、赤木さんの直接の上司を呼んだりする必要はこの裁判ではもうないです。呼ぶ必要はもはらないと。法律的な問題、この判例がおかしいのか、損害が補填されたのかという2点だけが相対になるので、その原因論については佐川さんの裁判ではもはや争われません。なので、この裁判だけ残ってももう、 真相究明というのはこの裁判では難しくなるというところになります。だとすると、佐川さん全然責任負わないんですかと。佐川さん全然責任負わないんですかというところになって、ここです。佐川さん自身が今回のように改ざん、削除や改ざんを無理やり行わせているということになったら、公務員個人に対して違法行為やれという指示をしているわけですね。 そのような行為を行っている場合には、しかも抵抗している相手に対して無理やりやらせているわけですから、そうなると赤目さんの、まあ、精神的なプレッシャーをかけているというところ、精神的な苦痛を与えているところについては限りなく行為に近い重過質があったというロジックは立つと思います。ので、国が1億1000万払った後に、佐川さんに対して求償を国が求めることはできるわけですね。この国家賠償法に基づいて。ただし、 国が佐川さんに対する請求をしない可能性も十分にあります。それはなぜかというと、当時何らかの理由でやむを得なかったとか。国側の答弁としては、やっぱりその、この件で、ま安倍首相の関与を認める文書をそのまま出してしまうと、紛争が複雑になるから、そこをあえて消したんだという説明もなされていたりもするので、そういう事情を考えるとやむを得なかった。 重過失無ではないというふうに国が判断したら、佐川さんに対する求償はできません。だし、その結論って多分皆さんは納得いかないと思うんですよ。いかない方が多いと思うんですね。いやいや、この人の責任でやっぱあるんじゃないのもう個人責任全くなしで、自分の方で、まあ、結局あの、懲戒処分を受けたけれども、自分から退職してるわけですから、退職金はおそらく払われてる。この状態で一抜けたでいいのか、本当にと。というところで、じゃあ、他の方、まあ、その他のまあ国の国民とかが、 この佐川さんに対しての求償を求めることができないかというところ、国に対して求める裁判ができないかというところが次に問題になるというか、そこが一つ問題になります。で、こういうケース、地方だったらできるんです。例えば、えっとまあ、県立高校の剣道の教師かなが、えっと、熱中症で剣道の生徒を死亡させてしまった場合に、地方、まあ、県に対しての、まあ、国家賠償請求で、県がお金を払った後に、県が個人の教師に対して求償しなかったということで、 県が教師に対してちゃんと求償しろというようなことで、これを住民訴訟と、住民訴訟という手続きがあるんです。これは、ま、自治法にあって、住民訴訟という手続きを取ると、県が教師に対して求償しない場合に、県民がですね、代わりに裁判所に対してちゃんと求償しろという裁判をすることができます。 しかし、これは、住民訴訟というものが法律に定められているからです。じゃあ、同じようなものを、こう、今回は国ですけどね、国が佐川さんに対してちゃんと求書するように、国民が、もう裁判所を通じて国に求書を義務付けるような方法ってないんですかというところなんですが、結論から言うと、法の不備でないんです。この住民訴訟、要は、通常裁判というのは、自分の権利が侵害された人が訴えるのが普通の裁判です。 ただし、この住民訴訟は自分の権利が侵害されていたわけじゃないんだけれども、県民として、県がちゃんと権利行使してないんだから、県に対してちゃんと求償するようにということを、まあ、義務付けるような裁判を提起できるというのはこれは法律が定められている。しかし、国にはそのような法律はありません。 去にまあ日弁連の方からこういった法律作れというような申し出をしたりとかまあ市民のオンブズマの人たちが法律の制定を求めたりとかするような動きはあったんですけれども現状国に対して国民がまあこれはもう佐川さんに対する求償をしろと求めるような法的な手続きを定めた条文はないんですつまり国が何もしなければ政治的な責任は別にして裁判所に対して求めるすべはないつまり法の不備によって佐川さんの請求はできないということになります とというところで今回請求を認諾したことによって佐川さんの裁判おそらく佐川さんに対する請求は棄却いや認められない可能性が高いでしょう。 そうなると結局のところ赤毛、まあ、さんの奥様としてはこの裁判を通じて結局夫に対して誰がどう言ったのか佐川さんが何を指示して誰がどうしたのかさらに佐川さんに対しては誰がどう指示したのかというところの究明までも目指したんでしょうけれども今回の正規の認諾によってこ,このところは完全にシャットダウンしてしまう状態。 だろうなと思いますあこの結論がいいのか悪いのかと言ったら正直胸くそ問題ですが、まあ、金銭的には補填されると、全額認められると。正直、この裁判でこの損害論を争ったらこの金額満額が認められないことは多いです。つまり、国としては、この税金これ、これだけの税金が払われるよりはもっと少ない金額で済んだ可能性というのは正直あります。 弁護士が請求する場合にはこれはもうモリモリマックスの請求をしているのでこれが全部認められるかどうかは正直微妙です。とはいえ、まあ、この件が認められたわけだからまあその意味ではいいんじゃないかという考え方もできるかもしれませんけれどもそれじゃないんだというところ。 の赤さんのの奥様の気持ちからすると,と到底納得にいかないい状況とと思いますというところで、まあ、この件についてちょっと丸と解説させていただきましたけれども、まあ、誤りがあったりとか、もしくはこういった問題点どうなるんですかというところなどの質問があったらコメント欄にあ、えー、とコメントをお願いいたします。あとはこの件について、まだ今後まだ動きがあるかもしれません。この佐川さんの訴訟がもしかしたら、まあ、別の展開を迎えるかもしれませんので、その際には、まあ、具体的な解説をしていきたいと思いますので、チャンネル登録もお願いします。ということで今日はこれまで。それではまた。